サプライズがある。なんだ、誰のリボン。はぁー、ケルミー。あー、え、わ、私違う、ちょっとねえ、何今の何ごめんなさい、逆に私とか言っちゃった私はずきちゃん何書いてるか見せてあげて。見せてあげなさい。おしゃれ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、トゥーユー、ハッピーバースデー、ディアハーちゃん。ありがとうございます。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとうございます。あら、嬉しい。なんか、かわいい。ディカルリリっぽいよ。私は今日で21歳になりました。嘘みたい嘘みたい嘘みたいそうですよね。あら、抱負はどうですか。抱負はそうですね、いや、20歳はやっぱ10代から急に一気にね、大人になって成人としてと思って頑張ってたんですけど、うん、21歳はもっとね、こう素直な気持ちで、あのいろんなもう思った気持ちとか愛とかをどんどん出せたらなって思います。うん、はい、うん、はい、かわい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 い、びっくりした、嬉しい、よかったね、嬉しいです、おめでとうございます。もう誰も知らない、誰も知らない、サプライズ、誰にここに運ばれてくるサプライズかと確かにサプライズ確かにサプライズですね。私も最初置かれるまでなんか、リホナさんから渡すのかなって思ったけど、でも壁あるじゃない。でもガチで気づいてなかった。めっちゃ面白いね。えって感じすごい、かわいい、かわいい、かわいい、なんか私がやってしまいましたみたいな、しつけされた犬みたいな顔した。かわいい、全然かわいい、なごんじゃった、なごんじゃった。大役をね、もう緊張しますよね、こんな大役。ありがとうございます。はずきちゃん本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。